はい、一級建築士で不動産コンサルティングマスターはい、こんにちは今日はここへ来ているんです岡庭建設さんのモデルハウスですねこんにちは,にちはよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますここはモデルハウスの名前って何かあるんですかここはですね、モデルハウスの名前が藤町テラスっていう、はい 名前がついてるんですね。はい、はい。あのまあこの場所が藤町というところなので、はい。まああの地域的にやこうね、えこれからスタッフとか地域の方々がね、はい、こう家作りとかね、イノ、はい、ベーションとか何か今後そういうことと相談できるようなね、なるほど。そんな場にしていきたいなと思って。ここの特徴はあれですよね。これは新築ではない。新築ではないですね。あの二十五年前にね、はい、僕らが作った新築のモデルハウスで、はいはい、この時はね。 次世代省エネ基準っていう、次の世代のような省エネ基準で建ててたんですけど、今は本当、ベースでしかないんですよね、最低基準になるようなベースなんですけど、はいはい、当時の建物を今度、今25年経った僕たちの技量でどこまで性能向上しながら豊かな家を作れるかということで、リノベーションしたっていうです、ね、建物ですね。でも見た目はもう完全に新築。ということはもルル、うん、もう完全にスケルトンにして。もう完全にスケルトン ここはリノベーションをした通常だと新しい断熱性能で新しい家を作る方が今後のお客さんのためになるかなって私から僕らもねやっぱり今回これをやろうときっかけになったのは今年で岡ヤ建設が50周年になるので周年ですから何か記念でできることがないかということでじゃあ新しくモデルハウスを作り直そうかっていうね話もあったんですけど。 まあ、あの新しく作り直すことが本当にいいかどうかってスタッフ含めてこう話し合って。うんはい でやっぱり25年経った中で僕たちの技術がどこまで進化してそれを生かせるかということにも挑戦しようよということがきっかけで、ね、あの今回はリノベーションしようということになったんですねこの建物は、ね、あのモデルハウスでこう昔でいうと珍しいメーターモジュールという柱の間隔がこう1メーター,ー、ね、広い梁、ね、ここが,がちょうど見えているんですね はい、修正剤ですねこの当時はね岡谷建設は外材も使ってましたっていうことをね、はいはい しっかり見ていただとそうですね昔のことを隠してっていうことはやっぱ僕ら歴史持ってやってるんでちゃんとそれも素直に見てもらおうと思っていて修正剤が悪いわけではなくて例えば築25年ですかねそうですねで修正剤って全く傷んでないですね傷んでないですねだから修正剤ってどうなると思われる方にも今の状況も見てもらえるし 今僕ら15年ぐらい前から、ねうん、あの秩父の木を使ったりしてますけど今はこういう国産材を使っている意味みたいなところもこれを見てあの理解していただけるので国産材を使った家造りもあるし、うん、まあ昔は修正材を使う時期もあったとっいうところもこれは一つの歴史ですよね。 こう見ていただこうかなと思っているので、これ、リノベーションしてよかったなと思いますね、うん、まず、一番、ここ、リノベーションで苦労したのは、苦労したのは、やはり、はい、あの断熱性能をどこまで上げられるかというところと、どこまで施工として、うんえー、手を加えられるかっていう。なるほど,なるほど、うん で先ほどおっ,しゃった通りここはメータモジュールというところで、はい、まず僕たちは重点断熱をメインにしているので、はい、え柱間の中にこう重点の断熱をするわけなんですけど。はい その重点断熱だけじゃなくて、はい、負荷断熱といって、うん、まあ最近でいうと外断熱とかっていう話がよくあると思うんですけど、はい、ちょっと外の断熱ってあんまり経験がないもんですから、はい、どうしてもちょっと窓の収まりとか、防水の収まりに自信がないので、はい、このメーターモジュールを利用して、今回は内側にこう断熱材が増えていく、内負荷断熱工法っていうのをちょっと考えまして、はい、で内側の方にこうに発泡系の断熱材を取り付けることによって、気密性能も高くなるし、はい、まあいわゆるこう水蒸気、内部結露も しにくい状況が、うんうん、まあ、計算結果としてね、得られているので。まあ、今回、あの、いろいろ、こう、計算しながら、その答えが出せたんで、うん、まあ、そのあたりがね、一番こう苦労して。うんうん、はい。導いたところかなと。うんうん、ただ、これ、できたことによって、今、ずいぶん自信になっているので。うんうん、まあ、一つ、これからのあり方みたいなところもね、見つけられたんで、今度はチャンスに変えていきたいなと思ますけ、ね。なる,なるほど。はい。まあ、今後も、この内深断熱の技術って、あるといいですよね。 そうですね。なかなかやらないですよね、逆に。で,、ねであの、例えば今後、リノベーションとか出たときに、はい、東京でリノベして断熱性能を上げるっていったときに、はいはい 外断熱で壁剥がして断熱増やすって言ったら、隣の家と近くなっちゃうんですよね。そうですよく部屋の内側に増やすと、部屋狭くなるじゃんって思うかもしれないですけど、東京を外側に増やすと、もう民法の距離取れなくなっちゃったりすることもあるんで、逆に壁面交代とかっていう地域は、それを割っちゃう場合もあるね。だから新築にしても、これから断熱性能をより高めていくってなると、内側に増えていくはずなんですね。であれば、こういう考え方ができてもいいなって思って。 なるほどで外壁がも、えー、ともとここは捨てていないてで漆喰をしていて、うん、そう漆喰とあの松板張りをしてたんですけど今回はあの最近あの要望の多いガルバリウム鋼板をこう使うようにしていて、はいまあ、耐久性のところをね少し高めていくようなで,できるだけコーキングの部分を少し減らす形で平吹き工法っていうのをちょっと使っていて今回こう解体してみて、うんうん、予想外に劣化していったところ 予想外にに何も劣化していなあとねやっぱりこうへ体のところって思ったよりも綺麗なままだったなっていうのが断熱の壁体ですねもともとはグラスウールだったのを壊してみたら全然結露もしていなかったと結露してなかったですねむしろやっぱりバルコニーの防水のところとかそれから その防水の立ち上がりのところとか、はい、やっぱりそのあたり昔はあの少し立ち上がりとか防水槽が僕たちの石膏も若干甘い部分があったのかもしれないですけどうん、うん、少し劣化が見られてそのぐちゃぐちゃになっているってことはなかったんだけども、はい、防水槽の立ち上げの高さとかねやっぱりより重要だなというのは感じましたね、うん、やっぱり長い目で見るといろんな吹き込みとかもあったりして屋根は吹き替えた、うん 屋根をき換えましたね。た断熱材入れ替えるんで、屋根の文字合板ってどうでした?うん。うん、屋根のの字は、あの、そこまで傷んでなかったですね。色はちょっとやっぱり焦って言ったら変ですけど。なるほど。そこまで傷んでなかったですね。じゃ、の字を交換するようなことでもなかった。交換した。あ。あ あの今回は断熱材を全部入れ替える関係でもう全部のぼり針りだけ残してノジ板外しましたけどノジ板があのぐつぐつに腐ってたとかっていうのも全然見られなかったですね。あなるほどわ、はい、かりました。でキッチン完全に作りで作ってあそうですねいつも作ってるんですか、はい、こういう感じで。キッチンはあのうちの場合2種類あってオリジナルキッチンっていうのとえ完全なる造作キッチンでここで使ってるのはオリジナルキッチンということで。 あのキッチン会社と私たちのこのデザインをこう統一して。はいはい、これは規格型になっているタイプなんです。規格型なんですね。規格型なんですね。かっこいいですね、これ。で、ここの講師は何なんですか。ここの講師はですね、はい、うちの場合はここにあの。はい、パッシブレーダーっていう床下エアコンがここに入ってるんですけど。はい、<ー>よく言う床下エアコンってこう床の下のところにありますけど。はいはい、今回ちょっと試験的に。 床下エアコンなんだけど通常の取り付いてるような位置まで上げてるんですがこれも全部気流計算してもらってどこまで上げることが下に届くのかっていう計算してシミュレーションしてこれが限界値。下にいってるって感じで下に入ってる下に入ってで、夏はねこの板をこう下げると冷房でも出せるっていうちょっと手動式なんですけどうん こいろいろこうンパを切り替えるようなことができるようになっててあ<ー>まあこれ夏用なんですけどね<ー>、うんまあ、夏はね上にエアコンが1台あるんでそちらをメイン稼働させるんですけど、はい、まあ例えばあの急激にここを冷やしたいと思えばこんな手法も取れなくはないよねっていうねうんこれパッシブレーダーの今試験モデルなんですけどね、はい、このモデルハウス25年前の間取りと何か変えたとこってありますかあ もうね、全体的まあ似てるっちゃ似てるんですけど昔からこういう玄関があって大きな土間だったとは思えないんですけどそうですねあそこがねもともと小さな玄関でここから廊下になっていてこの階段がね逆だったんですねこっちからこう上がってたんですね穴が開いてる位置は一緒なんで今度階段の掛け替えをして要はリビング階段にしてそう ここがあれですよね。間取りの変化っていうところで,、うんで。で、今回断熱性能が、はい、まあ、結果的に UH で言うと0.31という結果になっているので、一定の断熱性能が加工できているんで、はい、まあ、玄関の土間を今回 o 家石にして、ここもリビングっていう考え方にてい、はい。ですよね。だからこれ私もいつも言っているんですけど、うん、玄関もリビングにしちゃえば広く使えるんじゃないですか。<laughs> そう、そう。それは 断熱性能がいいからできるってことなんですよね。うん、そ,うそうなんですよね。はい、やっぱりここ冷えるところだから断熱のしにくいところなんで。今日も寒いんですけど、結構ここにいても楽しいし、うん、ここで何かできますよね。そうですね。だから場所を選ばない,っていてそ。そうなんですよ。暮らし方ができて、うん、それは家をコンパクトにできるっていう手法にできるっていうすごい面白い考え方なんですけどね。うんうんうん、で。 家ってやっぱりいろんな居場所があると楽しくなるので階段でも居場所がありますよね<う>ここで本読んでもいいっていうぐらいの感じで,であのこの土間のところに椅子とテーブルを置いてここで本読んでもいいしそうするとリビングと玄関、うん、土間が一緒につながるっていうこれとても広いし多分25年前の家はここに壁があって土間があったんっ、ね、そ,うそうですよねで廊下があってっていうところです。 これがなくなるってい随分今後の新築の家づくりをする方も参考にすると参考になりますよね。そうですね で壁をなくしてるんだけど、はい、まあここのテーマはあのサステイナブルレジリエンスということで、はい、当然レジリエンス性のために耐震性能を耐震解消法でも等級3レベルまでこう高めておいて、はい、ですからあのなくすとかはなくしてるけど、はい、今私たちが新築でやっている、はい、あの素材だとか免材を使いながら耐震性能を高めたり、はい、で高くなった分基礎に負担がかかるんで基礎に負担がかかっているところは基礎の解消をしたりっていうことをして、はい、今そういうことを僕たちがねできるようになったんで。 そういう技術をこうこの中にねちょっと入れてみたというところですね。ですから耐震性能も高めて、耐震性能はどれぐらいとか何か認定を取ったりはしたんですか。認定は取ってないですけど、はい、耐震改修法上でまあいわゆる改修計画を立てて、はいえー、まあいわゆる1.5倍まで倍、はい、高めて、耐久3相当に持っていったっていう、はい。そうですね。すねまあもともと多分間取りが良かったからイノベーションもしやすいっていうのは、イノベーションをするのは大事なところですよね。うん すすごいでねそこはね洗面とお手洗いと大体お風呂ですっていうとお風呂はね話して終わっちゃうんでお風呂って一坪なんですよね大体ね一坪って畳2畳なんですけどその畳2畳でお風呂説明するよりも2畳あるともう十分な居場所が取れるよっていうことでなるほど、ここ畳昔はお風呂場だったっていうことですねああこれいいっすねああ 書斎にもなるし、まあ抜くっていうカテゴリーになるのかなっていうところ。でもね、もたしさんもそうかもしれないですけど、お客さんにここが二条でって説明すると、二条ってどうなんですか？そうですよね。この空間があるとわかりやすいですよね。二条あると、もう寝転べるし、読み書きできるし、何でもできるよっていうね。本棚があって、ここにパソコン置けば、そうなんですね。ズームもできるし、仕事もできる、書斎もできる。 都市部なでも密集しているところが多いので、うん、まあそんなところにちょっと隙間を取りながら緑を植えてあげて、うん、その緑が窓から視界に入るように、ねはい、作ってあげる,るまあこれからやっぱり家で仕事をされたり、ねはい、勉強される方も多いので、うん、あのこんなスペースの使い方というところを、ねえー、ご覧いただいてる感じですかねなるほどで2階、ちょっと開かさせていただいて、はい、わいいですねストリップ階段。お 大空間あすごいこでここもね耐震性を高めているんで、はい、あの中の壁ってもう少なくなっていて、はい、もう2か所ぐらいに耐震壁を入れてるだけなんですけどあ<ー>、はい、うわーすごいこれは楽しそうだなだから逆に、まあ、ちょうど25年前に建てた家で お子様が独立して、うん、でもう自分たち夫婦2人になった時にこんな間取りチェンジできるといいで,、ね、ですねそうでこれ耐震性が確保されてるんで、はい、まあ要はこの中で部屋をオープンにするのか、はい、この中で区切るのか、うんはい、いろんなことは考えられるけど、はい、もう自由につけたり外したりできるよねっていうね、はい、これが断熱の断面ですね。 この白いところが今新築でやっている断熱材のレベルで、はい、今回はメーターモジュールなんで内側にこう断熱材を増やすという内負荷断熱、はい、でここにフェノール系の断熱材を 3cm 足してみているというところなんですね、はい、ですから大体ガラス繊維で言うと 16.5cm ぐらいの厚さのレベルになるということなんですよね。 窓の位置も変えました。全部変えましたね。全部変えて、今回はあの樹脂サッシ、YKK さんの樹脂サッシを入れて、ここは三部屋だったんですかね。ここはえっとね、元あそこがそうですね。元上がってきて、ここは廊下になって三部屋。そうですね。ちょうどこれがね、昔の二十五年前の修正材で、もうそのまま。全然綺麗ですよね。で、ここが今使っている。 すぎなんですっていう。だ結構無くさか修正材かって悩む方も見る参考になるますね。修正材も状態が良ければ全く劣化してないっていう。そうですね。そうですよね。ああ。でここはあとうちは大工も育ててるんで、今社員大工が七人なんで。すげえ。社員は何人？今社員があの役に入れて三十人。三十人ですか。年間何頭数って。年間が えっと三十ぐらいい。なんでですね。うん、はい、でこ,ここはだからね十八歳の一年生の子たちが天井というかを張って練習しては,<ー>はい。まあこういう場でしかねお客さんちまだできないんでそうですよね、うん、でもうまく張れたかなっていうね<ー>まあ一回目にしてはうん。会社紹介と池田さんの自己紹介を簡単にちょっとしてもらっていいですかはいはいはいで <laughs> はいえっ、ー、とじゃあ岡庭建設の池田ですはい。はい 岡庭、えっと、建設はですねあのちょうど今年で50年目になるあの地域工務店なんですね大工から始まった会社なんですけども、はい、まあ家族ぐるみで始まって、はい、まあ今約30人ぐらいの会社になってますけど、まあ、27年前に私もこの岡庭建設に入ったんですけどうん、うん、まあ岡庭建設に入った理由もうちのかみさんが岡庭なので。<laughs> なるほどその関係もあってこれから27年ぐらい前にやっぱ環境を考えて家づくりしていこうということで私もともと設計事務所だったもんですからあそうなんですかなのでちょっと一緒にやろうというところから始まって今こういう形でじゃいい重くさをつええいいかどうかはまだわからないんですけどねでもまあ今そういう形でね設計も取り入れながら施工とね一緒にこうやってきて徐々に徐々に地域的な 評価もいただきながら、ええやってますけども、うん、まあどちらかというと木と自然素材を、うん、とあとはその環境系を考えた、ね、<ー>住宅づくりがすごくなるほどね。年間何棟ぐらい新築で？今新築で年間三十棟ぐらいですね。いはい。うん、でリノベーションもしていくて。リノベーションもやってます。性能工場リノベーをやったり。うん あのやっぱり町でやってますから、うん、地元でしたらち小さな雨漏りしたような家とか、うんうん、屋根が飛んじゃったとかね、はい、そういったお宅も修理してあげたいと、ねうん、あとは、はい、あの今までお話しているようなおかにわ建設があって今はおにはリフォーム工房があって。はい お金不動産があるのでそれぞれの役割を持ちながらこれがワンストップで回るという今仕組みで取り組んでるとだからこういう会社が地域工務店であんまり少ないんですよ実は。特に不動産的なことも絡みながらワンストップでやってるところっていうのは少ないのでよくこういうお話を伺われることが多いんですそうなんですよね 実績が100年とかあるところとか、うん、まあ他には建設は50年ですけど最初に建てた家がちょうどまあリノベーションするサイクルとか売却するサイクルにあるのに、うんうん、そのままなんか他に行ってしまう方が多いっていうのは私は実績が10年しかないんで。うんうん もったいないなっていつも思うんですよねいや本当ですね <laughs> なで本当ここは一番考えとかなきゃいけなくて、うん、あの公務店として家を作ることが我々は目的になっては意味がないのでやっぱりちゃんとそこに家守りがあってで家守りというのはメンテナンスとかっていうことですけどうん、うん、そのメンテしていくんですけどやがてどこかで出口が来てしまう場合があるんですねこの出口っていうのはもしかしたら売却かお身内に譲るとかいろいろあるんだけど、はい ここに関われるよでもしこれ我々が不動産やってなかったら、うん、えと売らなきゃいけないから何々不動産へってなってしまったら、うん、そこで僕たちが知らない間に家がどこかに売られて <laughs> そのお客さんたちともつながりがなくなっていくと<う>私たちのやっぱりエンドユーザーがね帯ユーザーが減ってってしまうっていう,ことです、ね、そ,うそれもさらにひどいことに 20, 20年後ぐらいにそういう方が売却されて売る場合に。 建物の価値ないいですね売られてっ知らず知らずに売られているのを知っているんですかねっていうのはちょっと言いたいところでんかどこかでエンドユーザーの方々ももう例えば20年住んだら建物の価値はないよねってどっかで決め込んじゃってたりするじゃないですかこんなにいい木で作っていていい性能で作っていて自然素材で作っていて価値があるんだけどあのね 勝手に思い込みで値段が決められてしまうってやっぱりそれ避けけなななきゃいけないなってそそうですよね、うん、その価値はやっぱり作った人たちがちゃんと提示できるようなうん、うん、その仕組みは僕も本橋さんと一緒でね作りたいなと思って何年かこういろいろやってるところなんですけどね。というかこれから勉強いろいろさせてもらいたいと思いやいやいやぜひこういったことをね <laughs> 一緒に話しながらあの。逆に今回このモデルハウスリノベーションのモデルハウスは、うん、えっと。 まあ25年築になっていてリノベーションをしたっていうそうでこれはもう一つのそうですね。で<っ>やはりこれからそのエコとか環境っていうこともあるかもしれないけど、はいうん、やっぱり建て直すにはエネルギーも必要になるんですよね。で今あるものを生かす特に あの先ほどのおっしゃったとおり修正剤使ってますけど、うんはい、これを国産剤に変えるってことも新築してできるんだけど、はいはい、やっぱりここで CO2 も溜め込んでるわけですからうん、うん、今これを生かしていくっていう考え方もありだよねうそうですよね。はい、だから大体30年ぐらいで解体されちゃうっていうんですけれども、うん、構造材全く傷んででないですよね、うんうんうん。そうなんですね。で問題があるのは、まあ、内部結露があったりとかだ、まあ、大,大体は雨漏れなんですけど。うんうんで 木が腐ってシロアリがっていう家が壊されているだけで、うん、本来しっかりとメンテナンスされた家は、うん、25年のこの張りとかはまだまだ強度100%ありますよね、うん、本谷さん僕らやっぱり公務店って、うん、あのいわゆるこう施工技術持ってるじゃないですか,、はい、か施工技術って、うん、やっぱりそこで傷んでるっていうところを何か直すことができるんですよねだからもしかしたら人間だったら もう治すことができない体になっている場合があるんだけど、うんうん、建築物ってそれを戻す、うん、再生できる可能性を僕らが持ってるわけですよね。うんうん、だからその V 字回復できるその技量を使ってやっぱり再生していくということはこれから重要かもしれないですよね。うんうん、そうですね。本当、うん、そう思いますね。だからまあそうライフサイライフライフステージも変わるしうん、うん、出口も出てくるし、うん、その中でコ務店さんが不動産 部門持ってる、うん、まあメンテナンス部門も大事なんですけども、うん、持ってるって。非常に大事ですよね <laughs>。いや、そうですね。<laughs> あのー。これは本当これからね。うん、あの。今までお話した通り。うんうん 自分でやっていけるかどうかこの先でね長い目で見てやっていけるかどうかもしそこに自信がなかったらコラボでやっていけるかどうかってじゃあ誰とやったらいいんだろうかっていうことも多分出てくる何かこういったのがやっぱ人のつながりがあったりすることでいろんないい人を紹介できたりいろんなつながりができるんだと思うんですよね。 今団体いろいろ触っている中で感じているので、そうだからそれをたまたまある団体にちょっとセミナーというか参加させていただくときに池田さんの話を聞いて、わこんな考え方を持っている方いたんだ。ああよ,よかったです。はい、これぜひ会わないとい。<laughs> いやいやいや。今日ね本当初めてねてお会いしましたけどね。<laughs> はい。はい、すみませんでした、うん、とても。 まあ地位のあるセクションにいる方はいえいえとんでもないとんでもないとんでもない JBN とかねそうですねとかではすごい活躍されてると思うのでもうあの活躍というか私はそれを後ろからこうそっとなんか僕だったらもうあれですよねちょっと表に出てきてもらえるようになると思いますけどででやっぱり勉強すすること大事じゃないか今のこの不動産に関してもそうですしだからやっぱり自分が解決したいことを勉強してどう伸ばすかでやっぱり 今のね、こう発信していくということで社会が変わっていくと思うんでねこの住宅に費用をかけすぎてんですよ日本人が、うん、で無駄なリフォームをしてる <laughs> 無駄な家を買っちゃってるっていうのが実は多いからアメリカ的な資産形成が取れれば本当に幸せになれるようにすね。思いが住宅ローンを心配しなくてよくなる、ね、<laughs> わ私の思いなんです住宅ローンって不採ではなくて 資産運用の一つになってくれるといいなとは思ってますね。あの海外でもやっぱりこの仕組みができるにものすごい歴史がかかってるんですって。あそうね、はい。だからやっぱりそれをどこかで切り替えていって、うん、僕らが生きている時代には無理かもしれないけども、うんうん、でも何かそんなあの仕組みのねあの一旦になったらいいですよね。やっぱ時間かかるんですかね。はいいますね。<laughs> でも。 それはやっぱり動く人たちが増えてきたり仕組みが変わってくれば日本の場合ってまたあの建築だけじゃなくて金融とかいろんなあのセクションの、ね、流れがあるのでやっぱこれがいかに今度一体化していくかということが本当に必要だと思いますけどねこのモデルハウス見させていただいて。この モデルハウスは見学は予約制ですか。あ、そうですね。あのホームページの方で予約システムがあるので、はい、あの好きな時間に予約キャンセルができるようになってるので、はい、あの自動申し込みしていただければ。うん、で、まあリノベーションの人も参考になるし、新築の方も本来は本当に参考になりますよね。うん、そうですね。あの新築で来られているお客様は新築だと思ってますから。そですよね。<laughs> で、本来そ,そこの時に新築で来る方は昔の間取りをがどう変化したかを見てみたい。 これから作る間取りがどういう方向になるかが分かるとかね、うん、そういうのも面白いし、うん、リノベーションで何でもできるわけではなくて、うん、体力壁をしっかり考えて強度を上げていくっていう技術もしっかりとここでは見れると思うので来てみてみください、まあ、まずはただ最後一つなんですけど今後お金には建設さんがこう目指すところとか何かこう目標にするところって今ありますか。 そうです、ね、あのとにかく僕たちは今言ったようにうワンストップで、うん、あのいろいろこう取り組んできています,、はい、すいでただ僕たちがやれる範囲ってこのやっぱり地元西東京して20万人の町なんですね、はい、決して大きくはないんですけど、うんうん、僕たちがやっぱり携われる範囲ってこう日本全国なんでまず無理でこれ東京って言ってもそれは無理なんですよね、うんうん、とにかくこの地元の西東京とかこの練馬とか武蔵野この近辺で常にこう知ってもらえるための知ってもらえる会社になろうというのが、うんうん 私たちのビジョン素晴らしいで、うん、あのそして永続的にあの残るんじゃなくて、うん、残してもらえる会社になろうというねそういう気持ちであの日々取り組んでますと、はい、じゃあ最後にまあ池田さんが次こう地域工務店としてとても良い工務店で私にぜひ取材してほしいっていううなところがあるとしたらどんな会社でしょう そうですねあの。僕ら今東京で東京絵作り工務店の会という4社でやってる会があるので、はい、もう本当それぞれ個性があって技術が高くて、うんはい、同じ志を持ってるんですけど、はい、まあその4社で、まあ、できたら順番に回ってもらってもいいかなと思うんですけどまずあの田中工務店の田中さんという田中,務田中社長は本当に技術的に。はい、東京何区ですか江戸川区で,戸でやってる田中工務店ですか。はいはい ぜひ今度伺わせていただき、ぜひ田中さんのところに伺っていただいて、ぜひ順番に統計作り込むっの会があって、はい、で、もっともっと全国に本当にあのできると言いますかね、有名であのよくできる会社もたくさんあるんでね、いろいろ紹介できますので、はい、よろしくお願いします。はい、ぜひ。じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。どう。